皆さんこんにちは2016年ウルトラ即週35時間完成講座権利関係第1回講義始めます担当はレクス専任講師水戸と申しますどうぞよろしくお願いします それでではいいろいろウルトラ速時間講座ですね、えー、本論を始めてまいりますでますずあのスタートアップのとこでも、ねえー、ご説明しましたがテキストはまずこちらの「虎の巻、えー」インプットのです、ねえー、テキストですねこちらがメインとなりますので、えー、これはご用意してお聞きくださいではもう,ともう一点、えー、過去問題集ですね、えー、こちらの「魚顧問過去問題集」まあインプットなんでねあの35時間しかないんで問題を解く解いていただく時間というのは、うん、少ないと思います ただ少ないんですがだいたい1回につき1問ないし2問足1個2個は見ますであと全く見れない時もねござあるかもしれませんがやはり勉強するにあたってインプットをやったらすぐに問題集なんですあのこれはスタートアップでも言ってますけどねこれすぐに、ね、あの問題やっていただきたいんでね手元に置いてくださいであとこれ講義ではほとんど触れませんけれども重要条文は判例ですね でこれ条文で規定されれてるものはどれかなんてい1,000条以上あってはもう覚えてる場合じゃないんですけどね軽く見とく程度でもあああったなってなるという可能性があって正答率上がる可能性なんですよね正解率リターンができる可能性は上がります、まあ、そういう率を上げるためにはね軽くちょっと落ち着かれたという時とかねああこうやって条文になってんだなんて条文というもののアレルギーをなくすというねところでもね あの覚える必要は暗記する必要はないですけど <laughs> 意識ぐらいはね、まあ、持っていただくために手元にいいいいて聞いて聞いただければと思います、はい、それではですね、まあ、早速中身いくんですがこちらまず「本論35時間完成講座」で第1回なんでね今日からまあこれ聞き始めた初めて今日聞き始めたって方もいらっしゃるかもしれませんがちょっと改めてもう一度あの告知させていただきますが「あのスタートダッシュ講座って、ね」というのがこの前にで権利関係でそのスタートダッシュ講座というので結構ね大事なことを言ってます。 あの例えばあの言葉の意味とか善意とか悪意とはどういうことなんだよとか取り消しと無効の違いですとかねそういう言葉の意味というのがまず分かってないとここ民法ってできるよようなならないんですよでスタートダッシュ講座なので例えばもう1年前2年前から何年も前からやってるよ達犬をと。うん、でそういうある程度そのベースができてる方だと、まあ、知ってることばっかりだったりして退屈しちゃう部分もあるかもしれませんがねただあの、うん、合格してないね。 まあ合格しててて聞いいる方いないですよ、ね、で合格してないんでね皆さんねうん今言っちゃうけど合格してないんでね何年やってたって合格してないんでね合格してないってことは何か問題があるんですようんそれがまあ本気じゃなかったのか誤解してることがあるのかベースができてないのか分かりませんけどやっぱね民法権利関係というのの言葉とかね大事なことっていうのはスタッターダッシュ講座でもやってますんでねもちろん本論でも触れるところは触れますけれどもただあのー、見といた方がいいですこれは間違いなくなのでいやー 時間が全然ねえとか言うんであればでも何年もやってるから大丈夫だろうってね言うん、んであればいいんですけどそうじゃなければねぜひ聞いといてくださいあのまあスタートアップ講座でも最初の方はねガイダンスって,って勉強のね何たるかみたいな話なんでねそういうところはもう早聞きとか飛ばしちゃってもいいですから、ね、とりあえずあの本論に入る前の前提となるところは、まあ、ぜひね見といていただきたいなと思いますじゃあ今日はもう早速中身ですねあの入っていくんですが4ページはい4ページ いろんな目次第な何だっていうねそういう勉強の仕方なんかはそのスタートアップ講座で言ってるんですが4ページはいこっから中身から入りますいきますまずは売買契約というのは売ります買いますの意思が合致すると契約が成立するえ契約書とかいらないんですね売買契約は意思の合致で成立するじゃあ売ります買いますって意思の合致がしたら契約は成立するんですがただその意思の合致が詐欺によって成立したなんて場合です詐欺による契約って無効じゃないんですよね 騙されても売る気あ気ああっったた買うんですす契約は有効なんですでも有効なんだけど騙された人がそのまま約束守んなきゃいけない契約有効だから安い金額で土地渡さなきゃいけないとか、えー、安い金額で売らされちゃって土地返ってこないの嫌ですよねそこで騙された人はかわいそうだから詐欺のあった場合はかわいそうな A さんは A はこの契約を取り消しできギャッギ取り消したら契約はなかったことになる。 難しくないですね難しくないですねそう売買契約は取り消しができるんですなぜなら騙された人がかわいそうだから取り消しができるんです、うん、でこれ B はできますか取り消しうんこれできないですよだってかわいそうじゃないからですかわいそうじゃないからですだからねこれあのやっぱこういうこともねスタートアップ講座で散々言ってるんでねあのぜひやっぱ聞いといてほしいんですけど民法って暗記じゃないですから詐欺の場合取り消しができる丸 詐欺取り消しでできるる丸っってていいいううに線ととか赤こころを引覚覚えた覚えたたただだけだったらこうなるんですよ B が取り消しできるかどうか聞かれたら A は取り消しができるって書いてあるんじゃないですか A が取り消しできるかできないか聞かれたら例えば A は取り消しできないって言ったらできるから×バスとかね A が取り消しできるって言ったら詐欺だからできるで丸とかね。はならできるんですよそのままテキストに書いてあることが出れば。ところが最近は権利違うんですよ民法。B が取り消しできるかって言って A じゃなくて B ができるかとかって聞いてくるんですよ。 要はひねってんですよテキストに載ってない微妙に違う大事なことは一緒なんですけど違うところ出てきてるんですよ出てないところ過去に出てないところどうですかこれ B さんができるかです、うん、できないですよかわいそうじゃないからですだから騙された人かわいそうだから取り消し権があるんです民法というのはかわいそうな人に取り消し権があったんですかわいそうじゃない B さんにはないんです <laughs> だから B が取り消しできるかできないかったらもう B はできません だってかわいそうじゃないんで A ができるんです A が A が決めるんです落とされた場合は恐怖されたせいではい契約したらだ落とされた A はかわいそうだからはい A は取り消しができる B 大丈夫ですねはい取り消すと契約は始めからなかったことになるはいここまでは同じここからが違うってなるんですねでこれちょっと難しいこと言いますよ脅されたら要は B から A が脅されておーこええっつってね お前の家族がどうなるか分かるんだろうな分かってんだろうな裏らねえと」って言ったら「おおこえ」怖いっ,つって言って売っちゃったんですね。でも考えてみたらやっぱり勇気振りしょぼって大事な土地だから「すいません脅されたけどこの前で売った」って言ったけど俺取り消しから取り消し取り消しができる取り消しができるんです。脅迫は取り消しができるんです。ただ最近の傾向だと脅された方 A が取り消しできる円円、えー、だけじゃ済まないことがあるんですよ。例えばです こんな問題です B が A を監禁して地下に監禁して医師の自由を剥奪し右にピストル左にナイフえそんな状況で脅して売買契約を結ばせた契約は取り消しができるかとか聞くんですね。うん、まあ脅迫だから取り消しだからまるだと思うじゃないですかでもねあまりにもなんか不自然じゃないですか事例が。地下に監禁して医師の自由を剥奪しみたいな、うん、そうなんですこれね無効なんです。 意思の自由を剥奪ということは意思表示できないような状態なんですよだから考えてくださいよ、えー、私が皆さんにね目の家族がどうなるのか分かっていいんだろうなとか言っても全然怖くないですよね私なんか言っても全然すごくムマして怖くもないんですよ、えー、ところが怖い人が言ったら怖いですよね、うん、でも怖い人が言っても嫌なもんは嫌だってね突っ跳ねれる人もいるんですよところがですピストル付きつられてナイフ付けられて ね、この契約書にサインしろと地下,地下にこう椅子とかに縛られてね。監禁されて飯も66ろをくろく与えられず、そんな憔悴しきった状態でうるい。この契約書にサインしろって言われたらもう書くしかないですよね。うん、これって意思合致してると思います。無理なんです。医師の自由が剥奪されてる医師の自由がない意思表示できないんです。だったら無効です。だから教訓脅されすぎると無効になることもあるってことです。脅されすぎると。 脅されすぎると無効になるんだ書いて一生懸命暗記やめてくださいねそうするとあれ今回は脅されすぎてんのか分かんないどっちだろうみたいになっちゃって余計迷いが出んで本音やないんですただ問題文があまりにも不自然だとあれなんか脅普通に脅迫って書きゃいいのになんかこれ。 監禁して石の,の自由が剥奪とか書いてあってここまで脅されてるってあれなんか無効とか言ってたぞみたいになるといいですねそういうなんか空気を読むというかそういうのもね民法は大事なんですよ脅されすぎると無効となることもあるふーんって感じ今見ていてくださいで本題はここです今の話より大事なところです取り消し前に善意の大差が出てきたらゲッゲッゲッ言います B が A から騙したったと地を事情の知らない C 善意の C に転売した場合善意って知らないってことです知らないって意味ですはい善意って知らない意味ですはい知らないんです何を知らない詐欺があったって知らないんですじゃあいきましょうか5ページの図を見てください A と B が売買契約しまするんです A と B が売買契約したときに B さんが A を騙してたんです詐欺でで詐欺で騙して買い取ったやつを B は取り消されちゃうといけないからそこを転売しちゃえって C に転売したんです B は C に売ったんです2売買ですで C に売られちゃった後に3問題です A は取り消しができるかっていう問題です A は取り消しはもちろん OK です取り消し OK ですこの取り消しは認められます契約がなかったことにできます、うん、だって脅されてうん騙されてんだから取り消しは当然できるんですよ ところがなんですよ、今回 A と B が売買契約して B は速攻転売してるんですね。もう C に売られちゃってるん,んです。取り消しは C に売られた後でもできるんです。だって詐欺師に対して取り消しはできるんです。いつまででもできるんです。基本的にいつまででもできるんです。ただ取り消し権っていうのもね、時効といってね。 あの取り消しができる時がどれぐらい経っちゃうとできなくなるっていう時効でできなくなるっていう。あまりにも長年取り消さないと時効で取り消しできなくなりますが、そうじゃなければ。c. に売られた後でも取り消しはできます。取り消し権が時効にかかんない限り、取り消しはできるんです。じゃあ取り消しはできるんですが。はい。a. が c. に返してくれと言えるかどうかは別問題なんです。ここ対抗できないっていう言葉がありますよね。対抗できないというのは言い換えると主張できないってことです。 A は C に主張できない何を返してくれと言えないってことですだから対抗できないイコール主張できない主張できないイコール返してくれない返してもらえない C さんが買っちゃって C さんが善意グリグリグリ善意善意って何ですか知らないんです何を詐欺があったって知らないんですこの場合騙された人は取り消しはできるんだけど対抗はできない返せとは言えないんです どうですか。どうですか。それはそうだと思いますか。うん、まあ私はそれそうだと思うんですけどね。だって皆さん C の立場になってください。私が皆さんを騙してあのすみませ私が A を騙してえ買い取った土地建物を皆さんに売ったんですよ。で皆さんはうわいやその安く引き売ってくれて嬉しいなありがとうございますといやいやいやとんでもないって私 B ですよ。とんでもないと私はね詐欺師に見えなかったんですよ。 皆さんは私は詐欺師なので夢夢知らなかったんですよ詐欺で買い取った土地だって知らなかったんですよで皆さんはその土地に家とか建てて、ね、さあこれから三十五年のマイホームね建ててローンで大変だえそんな状況の中えじゃあこれから頑張って返そうねって家族で誓った矢先にある日の午後ピンポーンって来たんです皆さんいですよどなたですかあすいません私 A と申しますどういうご要件ですか実は私前の前のここの 土地の所有者なんです今回取り消しましたんで取り消しましたんで詐欺による取り消しをしたんで出てってくださいと出てってください土地返してくださいって言ったんですどうですか返してくださいと言われて皆さんは詐欺があったなんて知らないで買ったんですよもう金も払って引っ越し終わって家具新調して住んでたらもうそんなこと言われたって出て行きたくないですよねそうななんでですよ知ららいで買ってたら 後からね前の前の所有者が詐欺で騙されたから取り消しました出てってくださいって,ってもうですよやだよよなんですよだよなんですよでも騙された方も取り消したんだから返してもらいたいじゃないですか返してくれやだよの言い合いなんです今回は AVC 要は A と C の戦いなんですよそこでどっちが勝つかっていうのを民法が決めとかないといかんなってなったんです,ですかこの時 つまり詐欺による取り消しは善意の大罪者に対抗できない善意の大罪者に対抗できない対抗できない対抗できないということは返してくれと言えないんですとなぜなら取り消した人よりもこの善意の人を保護しなきゃいけない、うん、保護したいんですだって知らないで買っちゃったんですよあの善意の人って保護されるっていう流れがあるんですよこれ勉強してると出てくるんですよで 本当にね、あのちょっともう一回言っときますけどねあの初めてお勉強するっていう方は面倒くさがらずにスタートアップ講座聞いいてください、ねうん、あの善意というのは知らないことって全力で言ってますからもうね今聞いてる状態で例えばもう勉強も何年かやってる方は善意っては知らないってもう分かってるんですよねしたらいいですけど本じゃないかったら善意って知らないっていうのが入ってないうちにこれ聞いててもなんかブレますよいいですか C. 勝たせるんです。おお、も、ま、う、あ、いいんじゃない、それでと。A. バーサス C. C. の勝ちなんです。それに対して。脅迫の場合どうなるかです。ですか。A. と B. が売買契約して、B. が実は脅して買った土地なんですよ。脅して買った土地を B. が C. に転売したんですよ。B. が C. に転売して。この C. さんは善意だったんです。何善意ってと。脅迫したって知らなかったんです。私が A. を脅迫して、私 B. が皆さんに売ったんですよ。 いや水戸さんどうもありがとうございます安く売っていただいてとまさか皆さん私がね脅迫死だって知らなかったですまあ、脅迫死って言葉ないと思いますけどねまあ、詐欺師に対して脅迫したから脅迫死です適当な言葉作ってみました脅迫死だと思わなかったですえそしたらなんと脅されてたんですえある日の夕方ピンポーンどなたですかすいません前の前の所有者で脅されて売っちゃったもんで勇気後ろぶって取り消したんで出てってくださいって来たんです 出てってくださいってきたんですさあ皆さんどうですか気持ちはなこと言われても出ていけないわいですよね出ていけないわいですよねいけないわいですよねいけないわいなんだけど見てください結論を今回対抗できる言い換えると A は C に対抗できない返せと言えないのに対して A は C に対しては対抗できる返せと言える どうですこれどうですこれ C に対して返せと言える詐欺の時は返せと言えなかったのに詐欺と脅迫で違いが出てんじゃないですか違いが出てんじゃないですか違いが出ちゃってんじゃないですか違いが出ちゃってるんですよでそこでですか民法の勉強っていうのはじゃあこれ覚えようっていうのははっきり言いましょうグなんですグ,グって何だか言いいですえグって何だかわかりますえ あのなんかあの肉まんの愚とかじゃないですよ愚かと書いて愚と読むんですそうなんです愚か者なんです民法を暗記でやるというのは愚か者なんです効率が悪すぎなんですいいですか。なんでこうなるのかを考えたいんですじゃあなんでこういうふうになるか理由を言います,ですか番書に売ってきました、えー、番書の二ページ目です A という人は騙されて S, S って売買の略です、えー、売りました B が C に売りました S セルの略です売買です転売しました そしたら今回騙された A さんは「なんだよゴミ処理場なんてできねえじゃねえかよゴミ処理場ができるから」とか言って騙されるのが典型例なんですよ竹試験はじゃあゴミ処理場ができるからって,騙されて売らされてうっかり売っちゃいましたはいそうした時に「んだよゴミ処理場できねえじゃねえかよ」って気付いたら取り消しができるんです取り消し取り消しするということははい契約をなかったことにできます 契約がなかったことなんだったら BC の契約もなかったことなんですだったら C さんから A は返せと言えるかという話なんですところがこれ返せと善意の人には言えないですね C の価値でちなみにこれテキストにも載っては文章を見ると載ってるんですけどあの説明先してなかったですけど悪意っていう言葉があるんですね知ってる場合です詐欺があったって知ってたらまあ、知ってて買い取るってなんかずるいというかね まあ、B と C グルみたいなもんですよね。俺が騙すからお前書いとれよみたいに、ね。どうです悪意だったら A さん勝たした方がいいんじゃないと。そうするに知らない人は保護するけど知ってたら返してあげなさい A さんになんですよ。うん、で今回 A は C に対して全員の場合だけ考えてください。返してくれと言えなかったですね。要は、C、ののでですすすね、うん、理理由由が書いてあります理由これです A の横に アホというなんかこのなんていうか失礼な言葉が書いてありますね。そうなんです。これは騙された人は可哀想なんだけど民法ではちょっとアホって考えられるんです。いやー言ってしまいましたまた、えー、また言ってしまいました。これねクレームくるんですよすごくレックの本部に、えー、詐欺で騙された人がアホというのはどういうことかなんだこの講師はどうしようもないなこいつはってお怒りを受けるんですよ。うん 怒られてもね。民法本当にそう考えてるし。いや私に怒んないでほしいんですね。民法作った人考えず怒って欲しいんですよね、うん。ちょっとアホなんです。アホなんです。なんでかというと。騙されるって。ゴミ処理場ができるから、あなたの家安くなっちゃうから、今ならいくらで買い取ろうみたいな感じで言ってくれるんですよ。で、おお、それは渡りに船だって言っちゃうんですよ。こんなもんね。役所に電話して、本当にゴミ処理場できるのか聞きゃ。いや、そんな予定はございませんって。すぐわかるこっちゃないですか。 あと、詐欺に遭うっていうのは、ちょっとね、至らないっていうところが多いんですよね、考えがね。うん、あと、金儲けの話で、欲に目をくらんで騙されるからね。要はね、正式に言います。過失があるんです。落ち度があるんです、詐欺って。かわいそうだけど落ち度があるんです。で、難しいから過失って言葉は、だからアホって言ってるんです。アホ対善意は、アホ負けるんです。善意の人って取引の安全の保護なんですよ。知らないで買っちゃったやつじゃ、保護しなきゃいけないんですよ。 じゃあ騙されてかわいそう善意の人とどっち勝たせるって時にいやー騙された人はアホでしょちょっと善意の人とどっち勝たせる善意の方を勝たそう返してくれと言えないようにしてるんですだからこういう基準なんですアホ対善意はアホ負けるこれが判断基準なんですよこれはちゃんと覚えておかなきゃいけないんですよ騙された人と善意の人だと騙された方が負けるんですだってアホだからこれねあの本当にね騙された人がねアホだって言ったらねまあクレームの電話かけてくるのは詐欺にあったことある人なんですよねきっとねうんこれね 私もそうなんですけど私もね未公開株だなんだってねそういう話にメイクらんでね騙されたようなことね実はね何度もあるんですよ何度もあるんですよもうアホのアホのアホもアホもアホもドアホでございます私も、うん、だけどしょうがないんですか本当なんで、えー、アホ対ゼンアホ負けるよろしいですね、うん、あとは脅された時ははい脅された人 A が B に売りました B が C に転売しましたはいこの時に脅された人は取り消しができる。 取り消しできる？契約なかったことにできる。じゃあ B. C. もなかったことになる。さあ A. は C. に返せと言えるか。悪意の人に対しては返せというのは当たり前です。だって脅されんの知ってたんですよ。脅されて売買したって知ってたんですよ。事情を知ってたら。取り返されるっていうね。可能性もあるって。わかるわけじゃないですか。じゃあ A. さん可哀想だから返してあげようっていうのは詐欺と一緒。悪意の人は保護しなくていいから。A. に戻されちゃうってことですね。ところが善意ここで違いが出るんじゃないですか。はい。 脅された人の場合は取り消したら善意の人にも返せっていう言えるもし皆さん C で善意だったとしても脅された人がピンポン出てってくださいって言ったら出ていかなきゃいけないんですなんでかっていうと脅された人はここ一方的にかわいそうこの考え方です一方的にかわいそうなんですこれね脅された人ってかわいそうじゃないですかだって脅されたぐらいで大切な不動産を売っちゃうような気の弱い人なんですよ弱者ですよ 民法弱者法なんですよこれね脅された脅された人がねお前脅されたぐらいでお前大切な財産売っちゃうなんてお前情けねえ父ちゃん情けなくて涙出てくれてそういう風にはならないんです情けないとかならないんです可哀想なんです弱者なんですよ一方的に可哀想ですだから取り消したら善意の人にも勝てるんですいいですかアホ対善意はアホ負けるけど一方的に可哀想な人は善意の人にも勝つこれで言ってください判断基準を覚えてくださいここはここは起きていいんです なぜならこれが覚えてしまうとえかなりスラスラ後,は後はができてくるからなんですよで例えばですよ今の話で脅された人が一方的にかわいそうです、うん、じゃあ一方的にかわいそうな人を保護するっていうのを頭に念頭に置いておくと5ページテキスト戻ってください第三者に詐欺脅迫されたらってページがありますね言いますよ第三者に騙されて契約した場合左側の図です 相手方が悪意なら取り消せるが善意の場合は取り消せない騙された人よりも善意の相手方を保護するのだって書いてあるんですねこういうことです C が A を騙して A さんの土地を B に売らせましたこれ第三者詐欺って言います C が A を詐欺ったかわいそうな A さんは取り消しできるかです騙された人は取り消しできるとさっき言ってたじゃんとところが今回は相手が騙した人は詐欺師じゃないんですよ さっきは詐欺師相手だから取り消しができたんです今回は詐欺師じゃないんです B はじゃあ取り消しができるかどうかは相手次第なんです今回相手が善意って書いてありますね善意って何だか知ってますそう知らないんです今回何知らなかったんでしょうそうです売り主 A が C から騙されてたっていうのを知らなかったんです知らなかったんですだったらえ A さんが3000万で売ってくれるおお、結構安い値段でありがとうございます嬉しいな えじゃあ買ってじゃあ家建てようって設計図ができてさあ家建てようと思ったら「すいません実は私 C という輩に騙されてまして今回騙されてたんで取り消します」ったらどうですか B さんからしたら「なんていうんだもう建築家さん設計士さんに設計図書いてもらっていくらかかったと思ってんだよ今更返せねえよ」ってなるじゃないですかそうなんです善意の人相手には取り消しできないんですなぜならなぜならなぜなら騙された人は「はいアホちょっとアホな 相手全員詐欺師じゃないだったらアホ対善意は「アホ負ける」じゃあ取り消しはできないですか。でもしこれが悪意だったら相手が悪意なら取り消せるそうアホでも騙されてかわいそうなんです大体悪,いい悪意なんて言ったらシートグルなんですよえ俺が騙すからお前買いとれよってグルなんですよ知ってたなんていうのはそ、うん、したらその人を保護する人がないから返してもらえるところです。アホ対悪意ははい アホでもかわいそうなのは詐欺師で騙された方ですよだったら悪意の人には取り消しができるいいですねアホ対全意アホ負けるからですじゃあ次右側脅迫映画されたんです、えー、おめえの家族がどうなってもいいのか土地売らなきゃおーこうえーっつって B に売っちゃったんですね、うん、さあ B に対して取り消しができるかって言うんですさあ今回 B が悪意なら取り消していくのは当たり前ところが善意だったら B が善意だったら善意だったら そう、第三者に脅迫されて契約した場合相手方の善意悪意に関係なく取り消しができる、うん、善意で考えています悪意なら取り消せるのが当たり前善意だったらどうなるかさっき詐欺の場合は取り消せなかったでも相手が善意でもこう考えます C はは A に対しして脅した脅たたされた方は一方的にかわいそう一方的にかわいそうな人対善意どっちかとします、うん、一方的にかわいそうな人勝たせんでしたらねだったらどうなります そう一方的にかわいそうな人を勝たせんだから取り消しができるんですだから何が言いたいかというとこのね詐欺脅迫で第三者に対抗できるできない取り消しができるできないって覚えなきゃいけないってなるとこれ全部覚えることになるじゃないですか、うん、第三者の詐欺の時は取り消しができてできない第三者でできない、ね、脅迫の時には取り消しができるできないってやらなきゃいけないじゃないですかところがですえ、ね、アホ対善意はアホ負ける 落とされた人は一方的にかわいそうな人だから善意の人には勝つというところを判断基準この2つのところを持っていれば事例を読み取れば全部出てきませんか出てきませんかこの表を覚えなくてもすみませんかそうなんです民法のルールの判断基準は覚えなきゃいけないとか覚えなきゃいけないんですよでも最低限のところが分かっていて理解ができていて判断ができていればあとは問題を読んでこの図が書ければできるはずなんですこの表を覚えろなんていう誤行はしなくていいはずなんです そういうお勉強をするために講義があるんです三十五時間そのうち民法なんていうのはほんの一部ですその時間で膨大なこの権利関係というのをやる民法をやるなんていうのはもう不可能に近いことを今やろうとしてるんですだったらもうね民法を、ね、暗記でやるというのは本当はやめてくださいよ最低限思えなきゃいけないことはそれはありますよでも考え方をちゃんと持ってすれば民法というのはどっちがましかな、ね、えどっちがいいのかなってそういうね現場の思考力でやるとできる問題ってのは絶対出てきます ちょっとなんかあやふやな感じで難しいかなっていう方も最初は多いんですけどねちょっとこういう考え方をねやっていくっていう努力をしてくださいよろしいでしょうかはいで一応ね念のためは言っておきますけど実はね一方的にかわいそうな人ってやっぱ脅されて善意の人もかわいそうなんです取引の安全で本当はね引き分けなんですでも引き分けだったらもともと脅されてなければ A が無事これ持ってたんですよ、うん、そしたら取り消したら AB がなくなれば bc もなかったことなんだから現状回復元のサイに戻すのがいいんじゃないってことで a に戻すんですだからね本当は一方的にかわいそうな方が勝つというのはちょっと半分嘘なんですよねでも私はね結構ね嘘つきますよ試験で取りやすくするためには嘘そ800並べますよまあうそ800っても本当に真逆のこととか本当に完全な嘘は言いませんけどねだけどそういうふうに考えてください一方的にかわいそうな人を勝たせるんだその判断基準でいけば問題は解けますのでよろしいですね以上 それではその次今度虚偽表示6ページ <coughs> 虚偽表示というのはインチキ売買です売る気ないのに売る買う気ないのに買うこれが虚偽表示って言うんですねでこの虚偽表示は仮想譲渡という言い方もします同じ意味です同じ意味ですであとさらに通帽虚偽表示っていう場合もあります通帽って入ったら何かあんのかないです虚偽表示と一緒ですでこの契約は無効です虚偽表示は無効です あの虚偽表示って売る気ない買う気ないんですねだから契約意思の合致がないから無効なんです虚偽表示は無効取り消しじゃないですだから無効と取り消しって違うんですねさっき取り消しというのは契約が成立したものがなかったことにするのが取り消しこれは無効ですないものはないんですないものは取り消しできないんでだから例えば仮想上とした場合 A は取り消しができるなんだったらバツですよだって 取り消しできませんもんなぜなら、えー、仮想譲渡というのは無効なんでないものは取り消しできないんでよろしいですね、うん、取り消しできないよろしいですかねここら辺ね大丈夫ですかねじゃあその次ですじゃあ今回無効だーっていうのはよろしいですかね善意、うん、の第三者が出てきた AB 間の虚偽表示により B 名義にした土地を B が事情を知らない善意の C に売ったってす。この土地は AC どちらのものになるのかというんです ままた出ました出しねさっきは詐欺で取り消した取り消したら返せと言えるかです今回は A が B に売ったことに B が買ったことにしたんです。でこれまあよくあるも典型パターンです。A A さんんという人のこのこ土地を A が,お金貸して、A、がお金借りてたんですよじゃあ例えば Z さんという人がね A さんにお金を貸してたんですよ。 この Z さんが A がなかなか金返さないからこの土地を差し押さえしようと思って狙ってるんですでこのままだと A はお金返さないと差し押さえられてこの差し押さえられて差し押さえが行われるとね競売が始まっちゃうんですよ。競売え国語的には競売って読みますけど競売っていうのは法律用語です。裁判所でで売売り出されるんです売りに出出さされれるんすて 監禁されてそれを Z がお金持ってくという競売されちゃうんです要は A のものじゃなくなっちゃうんですだから自分のこの土地を逃がすんです隠すんです B に売ったことにして B に逃がしちゃうんです B のものになっちゃったらほらもう B のものになっちゃったから差し押さえできてい,いじゃんみたいに言いちゃうじゃないですかだから B さんの方に売っちゃうんですだからこの競技表示で B さんに売ったことにしたじゃあこの売ったことにしましたじゃあ売ったことにしてた B さんは本当はですよ A の協力者ですよね 差し押さえ逃れるために A と協力してあげて俺の名義にじゃあしといてやるよって B の名義にしたんですよね便宜したらなんと B はですよ A を裏切って C に売っちゃったんですいやー俺もう金欲しくてさ、えー、買ってくれる人が言ったから売っちまったよとさあどうでしょう無無効効なななんでなんででですすす B はは C に売る権限ないはずですだけど売っちゃったからには C さんが、えー、買っちゃったからには やっぱり C さんを保護する可能性って当然あるでしょうねで今回 C はね善意なんです善意って何ですかそうです知らないんです何を知らなかったんですかそう虚偽表示が前の契約が虚偽表示だって知らなかったんです知らないで買っちゃった C さんとさあ自分の土地を売ったことにした差し押さえ逃れるために売ったことにしたさあこの A と C どっち勝たせるっていうのがこの虚偽表示の問題で主流なんですよ言います 虚偽表示を信じて買っちゃったんですねこの全員の C っていうのは虚偽表示の状態を信じて利害関係に C 入ってるんですよねこれまずくないですか C さん保護しないとだって差し押さえ逃れるために B に売ったことにしたんですよ買ったことにしたんですよまず A どうしようもないずるいやつですよね借りた金は返すこれが当たり前ですそれなのに差し押さえされるの逃れてんですよずるいやつですね B はそれに乗っかって協力してあげたそんなのに協力するのもなんですがさらに B は悪い A を裏切って売ってるんですこのどうしようもねえ2人からそれの状態を信じて利害関係入った買った人は保護されないとまずくないですかだからこうなんです赤いところ虚偽表示の向こうは善意の第三者へ対抗できないべべべ虚偽表示の向こうは善意の第三者へ対抗できない要は A さんは差し押さえ債権者 Z が諦めたと見て おそろそろほとぼりも冷めたし返してもらおうかって B にとこ行ったんですよそしたら B は割、いあの土地売っちゃったって言うんですよああ、お前は言ってんだよじゃあ誰 ?C? 悪い俺行ってくるとお C さんすいませんあの実は B が売ってくれたあなたの土地なんですけどあれ虚偽表示で無効なんです実は私の土地なんですよだから返してくださいって言うんですね々しすぎませんどう考えてもそうなんです 善意の人と虚偽表示で差し押さえ逃れてる虚偽表示だったやつどっちを起こしたら絶対全員でしょ。ということでこうです。善意の人が出てきたらもう A は無効だって覆せません。もう C のものになっちゃうんです。そうか。でちなみにこの C はなおの後です。チェックいきます。C は善意でありさえすれば有価質であっても保護される。落ち度があっても保護される。ええ。C が善意だったかどうかは契約の時点で判断される。ベ 陶器とかいりません、えー、落ち度があってもいいんです善意でありさえすれば勝つんですで、こっから先陶器がないとダメとかいう話もいっぱい出てきます無価値じゃなきゃダメって話をいっぱい出てきますでもこの虚偽表示の C は善意でありさえすれば知らなければ保護されるよよろしいですね知らなければ保護されるよよろしいですねじゃあその次 じゃあ今回 A が B に虚偽表示虚偽表示から C が勝った C が勝ったその後にさらに転得者というのが出てきました言います A から B に B から C に C から D に売られてんです問題です AB が虚偽表示無効ですねでも B さんから勝った C さんというのが出てきないんですね C さんが善意だったら A は善意の C に勝てないところが悪意でちなみにこれさっき話に出てきませんでしたが もし C が悪意だったら A は C に返せと言えますよだって虚偽表示だって知ってて買ったらお前知ってたんだろう返せよって言えるじゃないですか返すべきでしょうねだってもともと無効なんだから無効なものは B は無効無権利なんです無権利なものは C にも無権利なんですだから本当はね A に返すべきもんなんですよ悪意だったら当然です善意の人の場合は原則論を覆して善意の人を保護してるんですでも悪意だったら当然返せるんです ところが今回 C から勝った D が出た全員どうですもう結論書いちゃってありますけど対抗できないに決ままっっててんんじゃって感じゃ感しませんだって D さんというのは前の前の契約が虚偽表示だって知らなかったんですよ。その人保護しなきゃまずいじゃないですか。D というエンドは最終的な所有者が Z だったら A は「すいませんあなたの前,の前の前の前の売買契約は実は無効なんですよ」と。 だからすいませんけど返してくださいってどの口が言うですよね。全員の人に返せとは言えないでしょ。対抗できない、対抗できない。ここチェックしますか。私はいらないと思います。なぜなら、あのまずね皆さんは民法のところでお勉強してるときに当たり前だと思ったことに色塗らないでもらえます。まあもちろん皆さんのお金で買ったもんだから塗ってもいいんですよ別に。でもねあんまりね何でもかんでもね色塗ってるとねなんですかねもうなんかメガネギルチカチカしてますよ。後で見て。 なんかね、も、ま、う、あ、お勉強しててもね、あのな、お勉強になれない人というか。まあね、あの、これはまあまり言うべきじゃないんですけど。蛍光ペンでギラギラのテキストを持ってる人って言うんですよ。でね、あの蛍光ペンギラギラでも。も例えば、あのね、あの。 まあ,試験ね、あとまあ保法書士試験あと便利士の試験とかねいろんな試験によってはあの要件とか定義とかねそういう論文とかでねそのこれは要件の話で定義の話でって色分けしてちゃんとね色分けして線引くっていうそういう蛍光ペンを使っての駆使しての勉強っていうそういう勉強法にのっとって塗るんだったらまだいいんですけど大体ね宅建の場合はねそんんななところないんですよ大体、うん、色を塗るっていうのは大事だから塗るんですよ。 大事なところ塗るんだけどその塗る色に意味ないんですよねなんかそこにあったペンが黄色だったら黄色塗ってピンクだったらピンクです大事なところとりあえず行き当たりばったりで塗ってるだけなんですよ大事と思うところ全部塗るんですよそうするとね最初勉強したうちって全部大事に見えちゃうんですよだからもうマーカーだらけになっちゃうんですねマーカーだらけになっちゃうと後から見た時に何が大事かわかんないです目がチカチカしてもう読みにくくなるだけなんですよだからねあんまりねそのね色をね最初から全力で塗らない方がいいと思います まあ今回ポイントでね全員のところは塗りましたけどね全員の人には対抗できないからねこれでもう一発でねあと文章いらないと思いますよ。あとは一番下見てくださいこれがなかなかです。AB が虚偽表示 BC が打った CD が打ったさあ問題です。今回 C さんんが善意でです。す。D さんは悪意ですさあ A は D に対抗できるかっつったらどう思いますこれはね絶対2つに分かれるんですよ。 なななぜなら悪意じゃないですか A が D に対抗できるか A が悪意の D に対抗できるかったらあれ最終的なエンドユーザーはこの D という人は所有者は AB 間の虚偽表示があっったたここことと知ってたんですねこれ悪意ってことだったら虚偽表示知ってたんだったら悪意の人には返せって対抗できるってなりそうじゃないですか。なりそうじゃないですか。なりそうじゃないですか。なりそうだと思ったら覚えていただくんですよここ、うん。これねこういう理屈なんです。 書いてあるけども言葉で言っちゃいますよ AB で虚偽表示 BC で売買 C が全員なんです虚偽表示の B まで,で無効でも C が出てきた時点で確定的に C が所有者なんですよしたら C から D に売られても C さんが所有者になったからにはもう A は覆せないんです無効だっつって,って C が所有者なんだから D に売っても D がたとえ悪意でもこの D さんは有効に取得したことにしてるんですこれ 第三者以降一人でも善意の人が出てきたらはい、その第三者の方が勝つ D の方が勝つ A は覆せないよろしいですね一人でも善意の人が出たら A は覆せない覚えちゃってくださいで、判断をうん、そうしないとここのところってやっぱり迷います一応理由を言うともし D さんが悪意の場合対抗できるってなっちゃうと D さんから取り戻されると D は C に すいませんけど土地持ってくれちゃったから代金返してもらえますとかって C に責任追及する可能性なんですよしたら C さんは善意で確定的に所有権をってるんですようだから今回悪意の D を守るためというよりは善意の C というのを守るために D さんを有効にしてんです A は対抗できないよしてんですだってもともと虚偽表示なんてやるほうも悪いじゃないですか、うん、ということで一人でも善意の人が出てきたら虚偽表示の向こうはもう主張できなくなるという、ね、その判断これ判例なんですよ だから覚えななきゃいけないけでしょうねここ悪意に対抗できると思った方は覚えてないとできないところだからそういうところを詰めていく頭に入れていく努力をするこれが民法のお勉強でございます。はい、じゃあちょっとですねあのブレイクタイムっていうのを入れますんでね、えー、前半はまだ終わりませんけどブレイクタイムでございます。